いつも DJ 伝内チャンネルをご視聴くださっている皆様ありがとうございます。今日は買ってきたレコードの開封動画を撮ってみたいと思います。はい、というわけでじゃあ早速聞いてみましょうか。ここにですねまだ開けてない状態でありますんで聞いていきましょう。最初はですねこちらフラッシュディスクランチさんで買った、レコードになります。1枚目ですね、ブギーボーイズのブレイク&ちょっとブレイクダンサーシェイク&ブレイクっていう曲が入ってたのでそれを目当てにちょっと買ってみたんですが、おおやばい、やばいですね。もう当たりっす。ありがとうございます。うやばい、はい、ということでやばかったっすね。もう 80s の音でしたね。すごいかっこよかったっす。続いてはですねこの横内さんが編曲している、イージーリスニング、ちょっと行ってみましょう。外したかな。ボッサバージョンですね、サニー。さあ次行ってみましょう。これね、そうそう、これなんかダンスのおじさんのやつで、あ、これかっこいいんじゃないですかね。イエー、はい、というわけで1枚目まあいいんじゃないでしょうか。でこれも、この人の81年の作品で、同じやつなんですけど、シリーズなんですけど、まあ、ファンキータウンを狙って買ったんですけど B 面の最後っぽいんで A 面からいきましょう。さあこっからですね、ファンキータウンが2分53、来い、おいや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 、これ一緒、
はい、ありがとうございました。まあ、ちょっと、もうちょっとファンキーかなと思ったんですけど。さあ、この次も、もう、これね、まとめて買っちゃったんですよ、これ。3枚。この人の3枚で、82年。これがどうなるか。ここだな。あれ、ちょっと待ってよ。ここだな、ディスコングル。年内的には外したかもしれないです。で、これが、そう、パトリック、シモンズですね。広島さんが教えてくれた、ドゥービーブラザーズの方らしいんですけど、どんな音がするのかなと。ああ、いいね。イエス。はい、ということでですね、続いてはですね、ディスクユニオンの下北沢店さんで買ったやつを、聞いていきたいと思います。これですね、オンゾタカシさん、これかっこいいんですよ、僕的にですけど。あ、これかな。やばいっすよね、これね。いやー、かっこいいですね、やっぱ。はい、続いては、あー、そうそう、これ柴田初美さんですね。行きましょう。 I wish you were in the spring to give me a song to sing。 歌がうまい、そしてかっこいい。おーい、最高っす、最高。もう歌もうまいし、向こうの海外のねシンガー
と聞き間違えるぐらいうまいですよね、やっぱね。はい、あ、そう、続きまして、なんかこれ100円コーナーにあったんですけど、ジョービスっていう読むのかな、ちょっとわかりませんけど、聞いてみましょう。Gonna be alright, cause I'm rockin' and rollin' on a Saturday night. She's got a date with Farmer Gray. 普通にかっこいいですね。僕結構こういうの好きなんです。はい。来たんじゃないですか。はい、わかりました。これロックっすね、これはね。次が、あ、そうそう、これ、ドレッド・スコットっていう人の、なんか日本版のシングルだそうなんで。はい、次これあの CCB のファーストアルバムで、おお、ドラムブレイク、はい、すいません。次は井上彰さんのヒップホップのレコードかなと思うぐらい、なんかちょっとかジャケットなんですけど、イエーイ、かっこいい。わかりました。もうダントツ1曲目ですね、これ。はい、これが最後か。下北の最後、これも100円で。おや、来た来た来た。はい、というわけでですね、これで今回買ってきたレコード全部聴いたわけなんですけども、これもかっこよかったですね。僕が好きなヒップホップ入ってましたし、というわけで、最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。レコード高い安いあるんですけど、100円のレコードを試し買いしてキャッキャ言うのもいいと思うし、好きなレコードを探してたレコードあったとか言って買うっていうのも楽しいと思うので、ぜひレコード文化に触れてみてはいかがかなと思います。はい、それでは引き続き、伝内チャンネルの方よろしくお願いします。ご視聴くださった皆様ありがとうございました。